次ラスト。これでダメならまた考え直すわ。もうダメだよ。1点目取ったあたりからさ、手元が狂ってさ、手元が狂ってさ、もうまともにできねえんだよ。伸ばしの時パンチングしてみてよ。それはもう無理です。すり抜けちゃうから。はあ、ああ、よし頑張ろう。これラストで、今回のいきます。嘘。よし、これ5円で上げてフェイクボールで、そうそう、相手のディフェンダーを起点にする。うん、でよし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 、あーもう遅い、足が遅いね。はあ、もうこれヒートだよな、しかも。いやー、足が遅っせ、マジで脅されとるあいつ。ああ、もうこれ5っかね、超明かスピンカット、よしナイス、オッケー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 。今のは PS の問題やろ。そうかもしれません。それは認めざるを得ない問題かもしれません。あー、これかわせかわせ、あー、まあいきなりしてくるよな。うわ、マジか、ファルファル、マジ。あ、でもこれでやってピニカットル奪って9試合でたったの2000。絶望的だな。で高円寺を前に、もっと前に、え、オフサイドないの、オフサイドないの、それはあ、ならば爆裂ストーブで、もうしゃあない、これノーマルキャッチで来ることを願って、来いノーマルキャッチで、来いノーマルキャッチで、ああ、まあしゃあないか。なんかオフサイドの判定がさ、緩いよこのゲーム。ごめん、頼む。ああ、まあ、無理か。まあ、無理か。まあ。お。いやいやいや。いやいやいや、あ、いやいや、ここ、エンドで取って、エンドで取って、これ、吹雪あげようか。一回、吹雪の上がり待って、こっちだね。フェイクボール。頼む。はい。おし、さあ、始まりましたよ。始まりました、皆さん。ここで点取れるかどうかですよね、皆さん。ここで点取れるかどうかですよね。本当に。オフサイド喜び唯一のゲーム。もうちょっとあげようか。行こうか。さあ。あー、待って。これ。ここで取ってシュート。ちょっときついか、これ。きついか。いや、いった。よし、オッケー、
まずいってまずいってんだみんな。ちょっと一回深呼吸しようか。よし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 。まあ1点ならまだいけるな。2点取られたらきつい。うん、そういうやり方でいきましょうか。これまた取ってフェイク、まあウォータルこれ持ってるのか。そうかそうか。さあ、お落ち着いた落ち着いた落ち着いたと思われるが、いやーこれ開幕ゲーで来るな。ここで取りたい、ここで取りたいな。うん、でまた、いやーこれでもオフサイドきついな。きつそうだなオフサイドは。これエンドがそう、これあれできないから遠くまでパスできない。ああま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 あ、これは無理だ、これはちょっとさすがに無理だった。うん、前半 1-0 で折り返したいね。ここでエンドをこっちで、多分多分さ、ゴッカってドリブラと思ってなかった気がするんだよ。だからフレームダンスで、ああれあれれ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 あれれ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 あれれれあれあれれ、いやきついかこれ、時間的に、時間的きついか、時間的にきついかなこれ。あーこれ、あー時間がなーこれ、いやーこれ無理だよな、無理だよねこれ時間的にね。まあまあそうだよな、今のは無理だったわ。まあまあしゃあないこれは。さあさあ頼む、ここなんだよ問題は、問題はここです皆さん。ここで開幕ゲーいかに止めるか、開幕ゲーいかに止めるかなんだよここ、本当にここ大事。ここ取れるか、ダブルならいける、アイスランドいけないか、あー無理か、ここなんだよ問題は、問題ここだ。戦うよ戦うよ、ボルケルカット、そうなんだよ、そう、いやちょっとこいつならいけないか、ボルケルカット、よしよしオッケー、止めた止めた、オッケー、これでかい、これでかいです。あとはもうひたすら前線に蹴って、まあまあまあしゃあないしゃあない、オッケー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 、とりあえず前線に蹴ってね、これ取れたらでかい、取れたらでかい、無理か、まあまあもう耐えるしかない、こう耐えるしかない、いない率はアイテム使えないんですよ。ファル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 、あーゴエンツとかないのか、いやここチャンスだぞ、ここチャンスだと思う。よしよしよし、ここでオフサイド狙う、ここでオフサイド狙う、本当に、いや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 、グイだ届け、あー無理か、まあ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 、ここだここゴールキック、こう狙う、ゴールキックのこの一瞬を狙う。10分でしょ、あと20分耐えればいいんだよみんな、あと20分耐えればいいの。だから必死ね、このディフェンダーにボールを渡さないようにしたい。ヒートはきつい、ヒートに当たるときついから、あとパーラが空いてるな、一ノ瀬かなここは。よしで、あーここ来るよな、オッケー一応頼む、一応頼む、オッケーよしよし、で風紀上がって、よしよし、これどう、オッケーよし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 、一回 TP 確認しようか、エンドは TP26 ある、ゴーエンジはダメ、ゴーエンジ渡るばっていきたいから、ってことはなんならディフェンダーを上げてもいい、いやちょっと遠いか、ちょっと遠いか、
ならトークを上げて論集狙うのありだな。ボール取ってすぐに、ボール取ってすぐにトークで論集狙うのはあり。うん、ボール取ってすぐ論集で狙うのはあり。これはヒント来るの嫌だな。はい、これ吹雪取って、よし吹雪取って、いやいけるか、これ無理だよな。だったら論集狙うか、ここで。いやどうだろう、ちょっと遠いか、これ遠いかな、これ遠いかな。前に、いや遠いよね。トークはトークで下げたらもう遅いから、もうこれそのまま狙うしかないね。うん、アイスバンド、もっと右は、もっと右だと取れるでしょ。トラップしちゃうのか、そうか。はう、いやー、だったら論集でよかったな、今な。論集でよかったな、今。いや、これまだワンチャンあるぞ。ここで取って吹雪に渡せば。もっとこっちだな。もっとこっちで。うん。いや、もっとこっちで。そうだね。もう一回やろう。もう一回やろう。同じことやろう。同じことやろう。もう一回やろう。さっきちょっとオフサイド遠かった。これなら近い。よし。オッケー。やろう。ここならいける。直でいける。5円じゃダメ。一ノ瀬。ただ、ディフェンス陣がちょっと近くにいないのが気になるところだが、いや、ヒートに来たらもうこれ、壁山使うか。いや、トークで行こう。トークならいける。よし。さあ、あと10分だね。よし。これで、こうか。ちょっと外れそうだな。まあ、これで行こう。アイスランド、頼む。頼む。頼む頼む、はあ、これでどう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 、ああああそうか、もうちょっと安全にいたのだったか。なるほど、それたか、惜しいな。いや、まだあとでも8分耐えればいい。ゴエンジ変えようかも、これ。ゴエンジいないもんも同然だ。だったら、ドリブラの、まだ、いや、でも、無理か。PP3 だから、まあ、PP3 だからいなくてもいい。よし、これいこう。耐え、時間は稼げてる。確かに、時間は稼げてる。落ち着こう。みんなで落ち着こう。落ち着こう。ここだな、このここで軌道でいければ。あー、そっちに来るか。ヒートか、ヒートやだな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 、お前やだ、お前やだ、お前、お前ほんとやだ、俺お前やだ。24分でしょ、24分、あと5分。お前パーラ、パーラはお前、お前は何もないよな。お前は何もないよな。よし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 。お前は何もないよな。お前は何もない。お前は何もない。あー、ちょっと、あ。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、でもゴッカは何もない。よし、スピンカット。よし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 。よしよしよし。よしよし。頼む。頼む。お前は何もない。オッケー、よし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 、あれ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 、キーパーさん、キーパーさんどうしました。おグレッドどうした、グレッド、おグレッド、グレッド、まあイリジョンボールしますけど一応、まあまあ無理だけどな。じゃあ
よっしゃーよっしゃー勝ちました勝ったいや、ちょっとやり方をちょっと、やばいと思いますけど、勝ちました。メガネが呪いを覚えました。はい。やったー負けたのか、この俺たちが。ああ、だから不思議と悔いはないね。悔いあるだろ、あんな取り方でやられたら。バーン、ガゼル。エンドボール、君が気に合うことはない。お互いに全力でぶつかり合った結果なんだ。これで踏ん切りもつくというもの。全力の戦い方なのかどうかはわかりませんが。へっ、これで俺たちには何もなくなっちまったな。こんなやり方でなくなると、ちょっとカオスちょっと同情しちゃうな、これ。だが空っぽになってなんかスッキリした気がするぜ。ほんと？空っぽなんかじゃないぞ。お前たちのハートにはちゃんと残ってるはずだ。なんかな、普通に勝ってたらさ、これ、あれ、熱い気持ちなんだけどさ、やり方がやり方だからさ、やり方がやり方だからさ、なんか、煽りにしか聞こえないんだよな。あ？ああ、スーパーチャットありがとうございます。サッカーが大好きだって気持ちだよ。あれがサッカーなのかわかりませんが。バーン様、ガゼル様、お怪我は、おめえら。仲間がいて、サッカーが大好きだって気持ち伝えれば、サッカーは裏切らない！きっとこれからは、今までよりもっともっと楽しいサッカーができるぞ。楽しいサッカーか。そうだね。私もなんだか分かり始めた気がするな。グランが君に惹かれたのは、こういうわけだったのか。いや、ひどいな。おい、おめえら、行くぞ。はい！痛くなりましたね。おい、どこへ行くんだ？お前たちもう行くところがないんだろ？確かに。ちょ、これバーンさ、グランドの方向いてるからさ、こっからなんか飛び降りそうで怖いです。ライモンイレブン、君たちとはまたどこかで会うこともあるだろう。その時こそ、俺たちがお前らをぶっ潰す。それまでやられんじゃねえぞ。では、さらばだ！あ、ちゃんと歩いて帰るんだね。遠藤のさ、これ発言がさ、あれだよな。煽りにしか聞こえないんだよ。先生堂々勝ったならわかるけどさ。オフサイドでボール取ってひたすら狙うっていう、そういう戦い方だから。あ、愛されの目、笑ってた。あれは、サッカーが好きなやつの目だ。会いたくないでしょ、こんなの。次にあいつらと会うときは、心の底からさ、楽しいサッカーができるといいな。こっちも、それはね、なんか、ひどいな、これ。